心筋症、心筋症、心筋腫瘍、は、心機能障害を伴う、心筋疾患を言う。心筋症は、肥大型、拡張型、高速型、不整脈原性、右質心筋症に分類されるが、これらに分類できない分類不能型も存在する。心筋症は、数多くの名前で呼ばれてきたが、最初の解剖症例の報告は1891年の、 クレールによるものとされる。その後、世界保健機関と国際心臓連合の合同委員会は1980年心筋症を原因不明の心筋疾患と定義し、拡張型、肥大型、高速型に分類し、心筋疾患でも原因、または全身疾患との関連が明らかなものと厳密に区別した、なお、 この分類でも分類しきれないものあるので、分類不能心筋症という項目もある。しかし、従来不明とされた心筋症の原因や性因を示唆する報告が相次いだため、先の合同委員会は、心筋症を心機能障害を伴う心筋疾患と広く定義し直し従来の3分類に加え、細腐性脈性腐室心筋症、特定心筋症の範疇を設けた。 心室とともに、しばしば心房の内空容積増加を伴う、心拡大と収縮機能障害を特徴とする、心筋の病気であり、不整脈による、突然死と心不全をもたらす。初期には、心拡大によって、ポンプ機能自体は正常範囲に保たれており、ベータブロッカー、アンギオテンシン変換酵素阻害薬あるいは、アンギオテンシン E 需要体ブロッカー、 利尿薬などの薬の組み合わせにより進行を遅らせることが可能である。しかし、代償が破綻し、末期重症心不全になると有効な治療薬はなく、心臓移植を必要とする。女性より男性の方が重篤な傾向が見られる。日本では、特発性拡張型心筋症、特発性拡張型心筋使をイデオパスク DCM として、 特定疾患治療研究事業対象疾患に指定されている。初期段階では自覚症状があまりなく、液疲労感、倦怠感や動作時に軽い動機が起こる程度であるため、発見が遅れてしまうケースがある。病状が進行すると、不臭、失声外相、形状脈土腸などの身体症状を伴う重篤な、鬱血精神不全や治療抵抗性の不正脈を起こす。 診断されてからの5年生存率は54%、10年生存率は36%とされていたが、最近では治療の進歩により5年生存率は76%と向上している。しかし突然死も稀ではない。激しい運動は心臓に大きな負担を強いることとなり、急な心臓発作を起こす可能性があるため避けるべきとされている。 心電図では P 波の持続時間延長が認められる。拡張型心筋症は、以前からウイルス、アルコール、毒物、免疫障害など、非遺伝的攻撃によってもたらされることが知られていた。原因不明なものは、特発性拡張型心筋症と呼ばれていたが、サルコメアタンパク質、細胞骨格タンパク質、筋形質膜及び、 角膜タンパク質の遺伝子の突然変異が拡張型心筋症の大きな原因であることが最新の極無で明らかにされている。2013年の時点で本症症例のおよそ3割が遺伝子突然変異が原因であると推定されている。遺伝子突然変異が拡張型心筋症を引き起こすメカニズムを明らかにするためサルコメアタンパク質であるミオシン、アクチン、トロポニン、 トロポミオシンに関して、組み換え変異タンパク質分子や遺伝子、改変動物モデルを用いた研究が活発に行われている。ミオシン変異は、サルコメアの収縮機構そのものを障害し、I.E. ア,アクチン、マイナスミオシン相互作用の低下をもたらす。アクチン、トロポニン、トロポミオシン変異は、新菌収縮のカルシウムによる調節器を障害する、I.E. ミオフィラメントカルシウム感受性の低下をもたらすことが明らかにされている。一方、細胞骨格タンパク質と細胞膜貫通タンパク質の突然変異は、サルコメアが発生する力の隣接神筋法への伝達を障害し、隔膜タンパク質の突然変異は、神筋細胞に加わる力による遺伝子発現機構の障害によって、拡張型神筋症をもたらすのでないかと、 推測されている。遺伝性拡張型心筋症の研究からはっきりした重要なことは、心筋細胞には単にその収縮機能が難因的に低下するだけで、心拡大によって代償するメカニズムが初めからプログラムされているというとである。皮肉なことに、その代償メカニズムが働くことによって、知識不正無薬による突然死のリスクが高まり、その破綻によって、 末期心不全がもたらされるものと推測される。現在治療薬として用いられる、ベータブロッカー、アンギオテンシン変換酵素素外薬やアンギオテンシン、E 受容体ブロッカーは、短期的には収縮機能を高めるが、長期的には有害な、細胞内キャンプとカルシウムの増加を介する、代償反応を抑えることで、その破綻を遅らせているように見える。細胞内キャンプとカルシウムの増加によらず、 収縮機能を改善することができる新規の共振薬であるカルシウム感受性強薬やミオシン活性増強薬などはこのような長期的には有害な代償反応プログラムの発動を抑えてより高い有効性を示すことが期待される500人に1人が発症するよくある病気であり若いアスリートなど若者の突然の心停止によくある原因である 男女差は見られない。心筋細胞の肥大のため心室壁が厚くなるが、心室のサイズはしばしば正常である。本性は、心筋肥大による左心室の拡張障害が主体である。拡張期が短縮することにより、心室に血液が十分に流れ込まなくなる。その結果、全身に流れる血液量が不足したり、心室心房への逆流が起こることにより引いては、 排水腫に至って呼吸困難をしたりする。病態が進行すると、しばしば拡張型心筋症様になることがあり、拡張症肥大型心筋症と呼ばれる。心房細動の合併が多い、大動脈弁付近の壁飛行による閉塞性肥大型心筋症と、新線部の壁飛行による非閉塞性肥大型心筋症に分類される。シエムの基本病態は、 心流出路強作による心拍質量低下であり、一方、HNCM の基本病態は、心出筋肥大による差質拡張能の低下及び不整脈である。欧米では前者が多いが、日本では後者が比較的多い。また、肥大が新線部に限局した APCOL HCM と呼ばれる病態も報告されている。初報告は日本でなされており、また、 日本人に多いとされている。これらの研究の結果、現在では、心筋の異常な肥大こそが、HCM の本質であり、各分類は、その肥大する部位の差によって、差出流出露強作が起きるか否かに過ぎないと、認識されるようになっている。閉塞性肥大型心筋症においては、下記のような所見が見られる。通常は遺伝性であり、本症症例のおよそ7割が、 常染色体優性遺伝形式をとる遺伝子変異が原因である。拡張型心筋症と同様に、ミオシン、アクチン、トロポニン、トロポミオシンをはじめとするサルコメアタンパク質の遺伝子の突然変異が明らかにされている。カルシウムによる収縮制御に関わるトロポニンやトロポミオシン遺伝子の突然変異は、ミオフィラメントルシウム感受性を増加させる。これは、 これらの遺伝子における拡張型心筋症を引き起こす変異がカルシウム感受性を低下させることと逆であり、ミオフィラメントカルシウム感受性増加による収む機能の更新あるいは死患機能の低下が肥大型心筋症をもたらしていると考えられる。高血圧や加齢によっても時間をかけて発症し、糖尿病や甲状腺疾患などの他の病気も原因となる。最大の問題である、 突然死の予防が最重点となる。過激な運動を避け、また、心筋の拡張能を改善するためと、心筋の負荷を軽減するために、ベータ遮断薬が使われる。しかし、全息を合併している場合のように、ベータ遮断薬が近忌の症例には、カルシウム活剤などが用いられる。大動脈弁狭窄や僧帽弁逆流が高度な場合には、 心室中隔節除術などの外科的手術を行う。場合によっては突然死予防のため植え込み型除、再動機が必要になる。心室の収縮機能は正常だが、左心室が硬く、拡張に問題がある。この点では、肥大型心筋症と似ているが、肥大や拡大等が見られない点で異なる。アクチン、ミオシン、トロポニン遺伝子の突然変異が発症に関与している。 ことがわかっている。不正脈原性右出心筋症は遺伝的心筋変性疾患である。右心出心筋が脱落し、脂肪組織、または繊維脂肪組織が心筋を痴漢する。心出頻迫などを合併し、突然死を起こすことがある。V1V4 でのイプシロン波や陰性 T 波が見られる。上記4型のいずれにも分類されない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。